あ、フェリー、あ、フェリーいる。苫小牧と苫小牧内、同じじゃないですか。何が違うんですか。あのフェリー違いますかね。ラオスは出るでしょうね。あの辺りの山は。朝5時。ビアンキの前、パナソニックのセミオーダーのチタンフレームマウンテンバイク。よっと。なんかドンっていうのもこの方で。あのフェリー、時間的にもう着岸してる時間だったかな。よっと。あ、動いてる。あのフェリー更新してる。ってことは今着いたのか、まさか。ちょっと待ってください。写真、まず写真だな。写真を先に押さえとこう。今あのフェリーがですね、結構なスピードで後ろにバックしてます。後ろにバックしてます。裏サイトチェッカー、いや、見たことないですね。よっと。パナソニックの前は、ジャイアントの、あ、大阪行ったの。そうか。まあ待て、まあ待て。均等が。来た。これ東港の方ですかね。こいつこいつ。もう一人乗ってましたよ。よっつつつ。で、あそこのところ見ると更新してるの分かるかな。もう更新終わったかな。見えますよね。で、だいぶ隠れたな。あ、まだ更新してる。隠れててますね。見えますよね。結構な速、この距離から見て結構な速度で動いてるんですよ。煙突、あれってなんて言うんでしょうね。あの棒ってなるところってイメージだけど、多分汽笛というか、あれはあそこじゃないんだろうな。なんとなくあそこから音鳴らしてる気がするんですけど。ファンネルですね。ファンネルか。え、本当にファンネルって言うんですか、あれ。モビルスーツ系のネタじゃなくて。このフェリー何メートルかぐらい？あ、来た。あれが東港なんですかね。まあ、こまだ先か。結構清掃中。いいよと。あと30キロ切ってるはずです。20何キロのはずです。あ、そうだ、一応自分でも見てみるか、気になるから。やった。弱い煙幕も、何また来てんのか。タグボート、あ、本当はなんか周辺にこまごまある。来るな来るな。で、距離は22キロ。あ、ありがとうございます。そうですね、22キロでこっちも出ました。22キロか、1時間半ですね。西高で雨に当たらなければいいけど、まあでも夕方頃降る予定だったから、まあラッキーかな。でも、あの日が暮れるとどんどん寒くなるんですよ、さすがに。この道ですね。こっちに来る理由は、次枠、え、まだ6時間とかじゃないですよね。13時スタートだったから、まだまだ行けるはず。瀬駒越えて右折。おー、これで東港の施設よく見えますね、ここで。エリモニ、はあ、おお、うわっ、いって、結構パンクしなかったよな。さすがマラソンさん、いった。あれが大丈夫だったみたいです。結構な穴があったな今。やった。いや、あの今腰は浮かしてたんで、あの股間は大丈夫でした。やった。やった。
やった。いや、パンクしたらすぐ分かると思います。今日はああいった船の中で一泊です。そう、結構なあの穴ぼこが開いてました。あと20キロか。なんかドゴンドゴンって聞こえるな。雨雲に？お尻割れてるかもしれない。雨雲ですか。ちょっと雨かしら雨かしら雨かしら。マイズル。雲が微妙な動きしてますね。1時間後までは進路上かからないと思うんだけど。ん？私の日々7時間らしいです。今のアプリですか？雨かしら。雨かしら。本当に雨かしらで検索してください。あのフェリーって120メートル級なのかな。私が乗るやつと同じようなやつなのかな。気にするな。雨頭。雨かしら、いいですよこれ。アプリ名どうにかならないのかと思いますけどね。あ、150でしたっけ。120じゃなくて。あれ、まだあれ動いてる。あれが舞鶴行きなんですね。敦賀と東、東敦賀と西敦賀と、水はお茶500ミリリットル、1リットルくらいです。鮮明見えないな。船配信は電波があればですけどね。船内はないことがあったりあるのかないのか。携帯の、まあパソコンのバッテリー含めてなんですけど、宿で泊まった時にやってます。道の駅とかでやったら東電ですよ。私は一回やったけど、あれは東電ですよ。山助さんいらっしゃいませ。それはあの最大音量で山びこで初見ですと言いたかったわけだな。けどよく入ったらこっち来るメリットゼロですね。今の橋を無理やり渡りたかっただけだな。iOS 更新あのしてないですけど、ダウンロードは完了してます。昨日の夜なんかネットワーク重いなと思ったら、あいつだったんだきっと。ガイド裕福積載料金2000円なんですよ。意外としますね。あ、デッキの上寒そう。弁天沼はちょっと雨が、近く雨がうろちょろしてるから。線、あ、船が。あと弁天沼はなんかそんなにすごいとこなんですかね。なん か景色的に、でもこの天気だしな。ちょっと見に行く価値があるかどうか疑わしいと思ってます。失礼ながら。よく通ってるけど。あ、いや、道の駅泊とかテント泊とかが1日おきで、1日おきに宿です。テントは積んでるんですよ。テント、寝袋、マットで、あと自炊装備も積んでて、荷物が多分20キロぐらいあると思います。綺麗ですか。弁天沼吐き上がる行けないよ。今のルート的にもう行けない位置にいますかね。気軽に喉、今日はちょっと乾くかな。ここから弁天沼まで 1,2 キロぐらいありますね。まあいいや。こういう道ですか。ここはまあまあかな。今日昼間走ってきた道に、うわ、魚の匂いが。
時間余ったら、まあターミナルの中にとりあえずいます。今なんかものすごい魚の加工のに加工工場の匂いが、すぐ冷えた。あと20キロ、今日80キロ走ってきたんでもう少しですね。しかも追い風だし、ずっとのどかです。で、まあこの辺りはこれ湿原かな、あと2時間ぐらいですね。ただ日が暮れてからはできるだけ早く行きたい。日が暮れる前にできるだけ行っときたいな。湧出原野ですね。原野か、そうそう原野だ。え、最高速度で。なぜあなたが私にそういうことを言うんですか。あ、不安になります、なります。それも醍醐味ではあるんですけど、あと放送ネタにもなるんですけど、結構泊まる場所っていうのはシビアですね、どこでも。ただ北海道は泊まる場所を探しやすいです。徒歩宿やらユースホステルやら、あの無料のキャンプ場やらいっぱいあるんで。青森に渡ってからの宿泊場所をちょっと、道内でやり残したこと、思いつかないな。うん、風呂はあります。うん、暗くですね。遊びするの、よっと。ちょっとこの工場したの写真で、あ、焼きそば弁当忘れてた。やり残してることあった。焼きそば弁当を購入するっていうの忘れてた。で、食料品袋に入れといて、青森に渡ってからなぜか食うと言っても、なんか意外と食うタイミングないかもしれないですね。すでにスパゲッティ、スパラスパとか焼きそば弁当、まあ軽いから一個買っていくのは問題ないかな。買い物ていうか、まあ、あ、またポツッときた。そう、スープ付きのやつ。焼き鳥弁当、私食べたことあります。え、何味とかあるんですか、焼きそば弁当。焼きそば弁当って、要はカップ麺プラス、その茹でたお湯に入れるスープの素があるだけじゃないんですか。ん、何カロリー超え、その焼きそば弁当がですかね。そう、焼きそば弁当は北海道ネタだって聞いたので。1100キロ、ペヤングのあのでかいサイズみたいなもんか。何、味って何ですか。コンビニ、フェリーは、そうですね、雑魚寝部屋です。ただ二等寝台がいっぱいだからといって、二等はどうだろうな、人いるのかな、いっぱい。場所争奪戦みたいになったらやだな。ん、大吉。え、たらこ醤油、へえ。あ、延長時間ですかね、ありがとうございます。そろそろですかね。サワークリーム味、焼きそばでですか。サワークリーム味、ザワークリームですか。そう、ガラス付きだと思ったんですけど、大洗、大洗に行くやつは、あ、そうそう、充電。ただ自転車は一番最初に乗るらしいんで、充電場所は先に確保できると思います。あとはな、あ、延長延長、55分になりましたね。この道は海沿いの工業地帯のための道みたいな感じですね。なんか周りの景色がえらいことになってきた。雑魚寝は今世ドバヤイでしょうね。延長延長
ありがとうございました。よし。いいか。タコ足ノーマル。とりあえず私はお湯がスープに、それじゃないんですか、焼きそば弁当って。焼きそば弁当のアイデンティティはそこじゃないんですか。今違うんですかね。のど飴持ってないです。買おうかな。あ、消え去りました。よし、勝った。タコ味スープはどれでもついてるんですよね。こっから先私の予定ルートだと左にそれと海沿い行きます。で、こっちの方がショートカットですよね。焼きそばあ、やっぱちょっと降ってる。これ本当に行けるんだろうな。電源、そうですね。あ、そうか、先に出てしまうというのもあるか。パンクしない。あんかけ、そうか、あんかけはあんにし、あの水分がいるからか。こっちの道本当に行けるのかな。あと自転車とか通っていいのかな。そう、どうなんでしょう。何持ってる。3日前に宿でもらったカロリーメイトチックなやつと、あと羊羹パン半分残ってる。北海道といったら羊羹パン。いいよ、大丈夫、いけますかね。あれ一般の人だよな。あと今車の中の人思いっきりこっち見てた。私がそんなに不審に見えるのか。うん、あ、場所決まってるんですか。あ、でも逆にそれは、ん、何してゲート右、これですね。了解です。そうか、釣り人来るんだったらまあいいかな。なんか一般人の来るべきじゃないところだったらまずいなと思って。おっと、自転車、この道ですね。すごいな、スペリア。シベリアは羊羹要素ないはずです、確か。シベリアはあんこ入りカステラで、羊羹パンは菓子パンの表面に羊羹コーティングってやつですよね。ん？何が限られた。ヘルメットですね。いらっしゃいませ。ちなみに今のところ 3D プリントサービスの、お疲れ様です。 3D プリントサービスの GoPro マウントはバッチリ働いてます。シルコサンド、ビスケットでしょあれ。サンドと言ってもなんかビスコ的なもんじゃないですか。海外はジャスタ、うん、海外は言葉の壁があってのんびりできないかなと思って今と考えてないです。フェリーはなんか自動販売機が、レストランは自動販売機だっていう、あのフェリーのてっぺんに太陽光じゃないや、衛星からのエネルギー受け取る受信塔があって、で、あの機械の中からハンバーガーがゾロゾロ出てくるっていうネタは通じますか。あ、いろんな、私はスワニーともう一個知ってるんですけど、国内あります、あります。海外、すごい英語、いや、うん、シベリア羊羹ですか。嘘、それはちょっとカルチャーショック、カルチャーじゃないけどショック。シベリアの中身って羊羹ですか。あれあんこじゃないですか。知らなかった。シベリアの中身あんこだと思ってた。まあだいぶ近いけど、そうなんですか。まあ普通高いですよね。でもそのフェリーの航路を支えるって意味だと、たくさん食べてやった方がいいんじゃないかな。食べてやる。
シベリア羊羹。知らんかった。シベリアって羊羹だったの中身。え、自販機。知らなかった。なんとなくあの羊羹ってあれ寒天ですかね。羊羹固めてあんのは。羊羹だったんだ。一つ賢くなりました。シベリアは風包む、シルビアン、非常に、おお、よう噛まなくても大丈夫。寒天うまいですよね。しかも低カロリーというなんか魔法のキーワードに守られてるから。寒天はゼラチンはカロリーありますよね確か。ちょっとここも写真撮りたい。ドイツ、ドイツだってみんなゲガンゲンとか言ってんでしょあれ。よっと、ゼラチン動物性じゃなかったですかね。何の動物か知らないですけど。フランス。キリンですね。ああ、ゼラチン。ダイバキリン。うん、避けてくれますね。ゾウさんを輸出するんですか。工場。結構ああいうのは来ますね。焼きにアイスを。あ、あれは航空電、あの電波航空標識的なやつじゃないんですかね。寒天。あれ、これなんか滑走路近くにありますかね。日本製紙向こうの方かな。やっぱでも言葉喋れないときついですよね。でもまあ食わず嫌いなんだろうな。無理やり、あ、千歳か。え、千歳？そんな近いのかな。あ、近いか。苫小牧のちょっと北行ったら千歳空港ですね。新千歳空港。わっちゃ。苫小牧。私は前苫小牧通過した時どうしたんだっけ。ん？あ、さっきのフェリーじゃないみたいです。ん？うん、予約してます。21時台のやつも二等船室で、二等部屋で。もうあと15キロは切ってますよね、そろそろ。やっぱすぐか。エビそば、どうなんだろう。フェリー7時間らしいです。短すぎるよ。9時間ぐらい欲しい。9時間ぐらいないと寝る時間ないじゃないですか。さっきのフェリーが舞鶴行きっていう話でした。先生は多分いいんじゃないですか。うん、日没まであと20分か30分。うん、そうですね。ただ乗ってすぐ風呂とか入れるのかな。まあ乗せる以上は準備できてんでしょうね。
暗く、そう、私苦手なんですよ、暗いのは。そう、街灯ないです。私は周り暗いと平衡感覚弱いんで、あと取り目なんで、3桁100キロは明日5時しばらく休みたいんですけどね、多分フェリー降りたらちょっと疲れてると思うんで、あと1時間もう30分経てば日が暮れるから、真っ暗になるのは1時間ぐらいですかね。よっと、ターミナル、そうですね、まあなんか周辺で店探してみようかなと思います。フェリーは苫小牧の西港、西側の港らしいです。一応予定ルートだと場所は大体合ってるんじゃないかな。あ、何もない。じゃあどっかの店で食ってきますかね。お風呂22時半。じゃあやっぱり乗ったらすぐ入らないと混みますね。あ、お土産、まあでもお土産はもうさっき発送したので。明日、明後日からまた晴れだって聞いたんですけど、それは嘘ですか。フェリーは苫小牧の西港ってとこに到着するらしいです。西港、あと十数キロだと思うんですけどね。台風の、ああ、ネットカフェ。19時30分、いや大丈夫でしょう。あと2時間20分。ん？青森の次は、いや青森の中で多分今回は終わると思います。まあ飯食うの30分ぐらいで済ませれば十分いけるんじゃないですかね。で乗ったら荷物担いで行って、場所確認して、で風呂にバーッと入って、で風呂入ったら、あ、そうだ、風呂入る前に充電場所だ、充電場所。お、あ、ちょっと線路離れてる。リンゴ娘って、リンゴ娘って何ですか。フェリーにシャワー室、あの浴、ちゃんとした浴室があります。まず充電場所かな、一番早くスタートしなきゃ。あ、音しか聞こえない列車。フェリーをトラックやろう。うん、見えない。いや、二等寝台じゃなくて二等です。青森から横浜までは新幹線になると思います。ん、あ、サウナ、この星っぽいかな、そうかな。ん、あ、仕切られて、そんな仕切られてるんですか、二等って。え、雑魚寝じゃないですか、二等は。雑魚寝でなんかある程度エリアが仕切られてる感じじゃないのかな。あのカーペット上にガムテープとかで。私が前あの伊豆大島行った時は、昔は完全フリーで、数年前に行った時には、翻訳は多分ない。数年前行った時はカーペットの上にあのビニールテープで仕切りが書いてあって、誰も守ってなかったですけどね、ガラガラだったから。ロッカー、マットレス、へえ。やっぱ心臓線だから違うんですかね。あのお客様、神様だからだいぶ無茶な要求に応えてるんですかね。すごいな、去年就航のはず、なんとかプリンセスは。まっすぐな道ですよ。うん、あ、頭の部分だけ区切られて、いや、コンセントは場所取りでしょう。うん、
モネタか。私ホモネタを返しない生主なので。振動のあれ、場所によってもだいぶ違いますよね。コンセントですか。トンマットレス60、あ、180ギリギリだな。個人、あの、私が使っているテントよりちょっと狭いぐらいかな。ん？プリンセス。プリンセスは相当な新造船なんですよ。ウィキペディアで見たら、平成24年に確か就航だったはず。めちゃくちゃ新しいはずですよ。ん？味どころ天平。困った。眠らなければ、明日昼寝ることになる。どっかで休憩しようかな、雨降るんだったら。あ、コンセントは二等の、ただの二等にしました。二等寝台が空いてなかったんです。人気あるな、意外と。どういう人たちが使ってるんですかね、この電気を終わった火曜日、平日の火曜日にテント、多分収まりきらない、60センチ幅には。4時45分ですよね。あ、電波悪いですか。でも道はこれ、あの、端っこの方が、あの、シワが寄ってないんで、道路に。だから走りやすいです。シワが寄ったり、あと変な、あの、ギザギザとかつけられてないんで。うん、水戸はもう雑魚寝席ですね。席っていうのか、転がり場所。ん？何がない。うん、雑魚寝ですよね。あ、そうそう、ペットエリアがありますよね。ん？ん？どうしてきて、トラックなのかな。やっぱトラック野郎で荒くれ男ばっかりなんですかね。なんか腕にいろんな動物じゃないな、なんだろう、あの毘沙門天とか、ああいうのを背負ってる人たちなんですかね。あと、なんだろう、他に偏見あったっけ。あ、そうだ、と違法無線で仲間と話したりするんでしょうか。いや、はあ、喉がちょっと明日が心配だな。本当にずっと追い風。ん？もしかして FMD 死んだかな。ちょっとチェック。FMD が死んだんじゃないかな。うん、あれや、来てる。あれ？音映像来てますよね。ん？あ、大丈夫ですかね。くれて。あ、オートレストラン。そうそう、うどん自販機。あとハンバーガー自販機ですね。机倒したり。ん？カトクラ。うん。大丈夫ですかね。この先はしばらく通れなくなるらしい。フェリーの半分か。そう、すごい偏見で。禁止な。うん。ですよね。
なんか喉がイガイガしてるんですよ。8月下旬から1月下旬まで通行規制か。通行止めじゃないんだ。慣れてるから、トラックの人たち。ハンガーノック、それらしいのは何度か体験してるんですけど、そうじゃないとき、明らかにハンガーノックになりえないときにもなったりするんで、よくわかんないんですよ。どさんこな。でもあったかかったな、北海道。 GoPro は、10キロも来たかな。後ろから車が来てない状態で、ドライバーズなんとかってありましたよ。ドライバーズルームだっけ。ここから右だ。 GoPro は撮れてる撮れてる。セコム、13キロあるか。まだここから右ですね。予定ルートではそうしてて、そう行かないと行き止まりになりますよね。湧仏のあたりで、あのあたりが確か湿地帯で道も何もないところですよね。予定ルート通りに行きます。私はここから北上というかぐるっと回り込む道してました。YouTube には基本的に投稿いたします。ただ編集に時間かかるので、いつになるかがっていうのが、あと2日前のやつなんかはちょっと GoPro2 使ったんですけど、レンズあたりが汚れてて若干見づらかったです。真ん中あたりが白くなってて。鳴き声、現在地は苫小牧あたり。苫小牧市にはまだ入ってないかな。市ですよね多分苫小牧は。暗くなってきた。過ぎると、いやでも6時過ぎますよ、着くの。地元ルート、すみません、予定ルート通りに来てしまいました。多分そっちの方が良かったんでしょうけどね。うわっ、トラックの深さすごいな。一瞬押し戻される。その時はそう、5時半ぐらいですね、こっちは。アクションカメラはマウントに、ハウジングに入れてないと、マウント、なんか縦型が私のヘルメットマウントだと使いづらいんですよ。まあ、GoPro だって大概ですけど、ソニーのやつを、ハウジングに入れてヘルメットにくっつけると、相当高くなるはずです。私は今ちょんまげマウントですが、ソニーのやつだとおそらくかなり立ったモヒカンマウントになるはず。いやと、まあでもあったらあったでちゃん、それなり使えると思いますけどね。飛行機どこだ。ハウジング、いや防水のやつは純正のがあるんですけどね。今私が撮影で使ってる GoPro3 をくっつけてるやつは、ネットで公開されてる 3D データをもとに DMM.com の 3D 印刷プリントサービスを使って3000円ぐらいで実体化してもらったやつです。実体化っていうとかっこいいですよね、実体化で。あれは純正品が5000円以上、5000円前後するんで、一応多分頑丈さにかけてはだいぶ落ちるんだろうけど、具現化、そう、安全に。ケツはですね、まあ痛いけど今のところ一日中耐えられるレベルです。いや耐えられないレベルにはまずならない。いや、ありものデータ持ってきただけです。スイングバースって言って、スイングとユニバースだと思うんですけど、3D プリンターメーカーが出資して出す、運営している 3D データ公開サイトなんですけど、基本的にクリエイティブコモンのライセンスなんで、
少なくとも個人でそれダウンロードして利用する分には問題ないはずです。あとは公開するとか商用で使うときに制限があるぐらいで。カタカナだとシンギバースかな。うん。うち、予定ルートを GPS に入れてるからです。で、この辺りの 3D データを立体化してもらったっていうのは、私のツイッターでこの間全部書いて研ぎ上げましたんで、ツイッターでそれを流すっていうのをオンにすると、トゥギャリマスターって勝手に言うのやめてほしい。トゥギャリマスターはあんまり言いたくない。トゥゲッターに投稿しましたでいいんですけど。お、2個目も切れたか、きついな。どうしたGoPro 3がいつまで持つかかな。10キロ以上、一応両方持つかな。 PC も GoPro 3もでかいバッテリーは充電にそれなり時間かかるので、まあ30分あればいいかな。でも何も、一応 3D プリントサービスの規約の中になんか公衆領族でしたっけに反するものはアウトっていうのが書いてあります。あれ飛行機、あれか、新千歳空港出たとこですかね。寝室、やっぱり中にはないんですか。それが二等寝台だったらあるんですよね。まあ、あとは今日フェリーであまり必死で充電しなくても、明日休養日にしてまた宿に泊まったりするんだったら関係ないですね。まあそれなりに頑張ってみよう。伊藤寝台はあるらしいですね。まだ23時という手はなくもないけど、いいや、21で19時半に乗ろう。もうめんどくさいからこれ以上考えない。苫小牧市街まで14キロ。おう、沼の畑まで4キロ。もうすぐ延長だ。うん。案内所前のテーブル、そこ使っていいんですかね。電動は輪行しやすければいいんだけどな。どうしんだい。まあでもそこまでいろいろ動かしてまでやらなくてもいいかなと思うんで、やっぱり21時のに乗ります。19時半に乗船します。あと2時間か。着く前にどっかで飯探して店に入った方がいいですね。それか軽く食べて船の中でもなんかどういうのがあるかを探して食べてみるのもいいかもしれない。園長、そうですね、ありがとうございます。と、明日、いや放送は多分そんなにすぐ始められないと思います。どうするかをまず考えるべきですね。明日普通宿とかカンピョとか道の駅についてから考えるんですけど、決めました。はい。
で充電。八戸にライダーハウスとか輸送してるとこがあったら、うん、それかもうちょっと離れたところか。沼の旗ってこの辺りの遊仏でしたっけ、遊仏湿原のことですよね、沼。何配信お部屋、うん、苫小牧で。バッテリー持つっていうのは少なくともここから止まフェリーの乗り場までは持つと思います。でその途中どっかでご飯を探して、まあ地元的なネタの食事の方がいいんだけど、なんかあるかな。まず市街地に到着しないと。いや市街地あるのかな、適当。盛岡、どうだろう。あれ待て、大船渡って八戸からそんな離れてないんですかね。まあ見てみよう。下船配信まあそのあたりできる範囲でやります。ちょっとどういう状況になるか分かんないんで。焼きそば、あ、そうだ、焼きそば買わなきゃあ、しかし入りますか、もうすぐ。今、国道方向に戻っていってる形かな。JR 北海道。あ、そっか、朝市か、朝市。進む風に押されて、そうそう、朝市見に行ってみるかな。ただ朝市配信とかはちょっと苦手なんですよ。その店の人とやり取りしながら、しかも配信までするっていうのは、たださえ私は売り込まれるの苦手なんで。店の人は配信してると喜ぶ人もいるし、嫌がる人もいるだろうし、うん、ない。フェリーである。ん？な、何なくなるタイプ。次、そうですね、連続だと思うけどな。まだもうフェリーは21時15分発です。で、自転車は19時半に乗れって言われてます。19時半に乗らないと殺すと言われてます。嫌がる朝一の方ですか。21時のフェリーなんですけど、乗船は19時半にしろと言われてるんですよ。あ、私低血圧です。はいはい、私低血圧です。会社の健康診断で何度も繰り返し測定しないと許してもらえない人間です。インシュリン減ってきました。インシュリン八戸からアマちゃんロケ地、いや私アマちゃん見てないんで。アマちゃんもえらい入り方ですよね。もうラインかアマちゃんか半沢直樹かって話で、どれも知らない。ユース、ああ、あ、つけてます。まださすがに見えないかな。そこそこ明るいんで。テレビ見てなくてニュースも知らないんですよ。最後、あ、その可能性はファーストイン、ラストアウトだろうからそうじゃないですか、多分。おそらく最初に入ったやつが一番最後に出されるでしょう。フェリーが前後対称だったら単に押し出し式で同じ順番で降りるかもしれないですけど、多分先に入ったものほど後で出るんじゃないですかね。家は家
家って。ああ、そっか、家にいるときテレビ見ずに何してるのかって話かな。いや、テレビなかったら寝るだけって、ちょっとどうですかその考えは。ネットしてます、ネット。ぶち転がすぞ。え、最初ですか。あ、冷凍食品。洗車ゲー。いや、ダサいとは思わないです、ダサいとは。悪口言うことはないかなと思うんですけどね。ないですかね。うん。え、創造性は。うん。洗車機は最近またちょっとやってます。あのタイヤ9まで行ったんですけど、タイヤ9まで行ったんですけど、いや8だっけ。そこまで来るともう課金しないと収支が合わなくなってきたんで、また落として T3485 とかで少しプレイしてます。大きい回か。戦艦、そうなんですよ。カンコレはゲームが面白いらしいんで。ん、オート Q CM、 あ、オートってあのワールドオブタンクスですね。テレビの CM やってるってのはすごいな。ネットゲームが、あのロシアのロシア発のネットゲームが。ん、駅プラット、貯金。あ、その着岸するとですか。じゃあ乗るとき1時間半前だったから、出るときも1時間半後だから1時間ぐらい余計寝てていいっていうことはないんですね。テールランプは実は今回持ってくの忘れました。後ろのあの、バッグのリフレクターしかないです。このバッグのリフレクターって赤くないんですよね、白いんですよね。え、ご飯、洗濯物、いや、ランケーブル持ち歩いてないです、この無線のご時世に。ああ、日が沈んだな、これこれ。ただでさえ暗かったのに。そう、赤くないまずいんですよね。これ赤くできないかな。上から赤いセロハン貼ったらダメですかね、インベーダーゲーム的に。で、再起反射で戻ってくる光に赤いフィルターかけると2倍のフィルターになるのかな、反射なんで。夜道に、ん、余裕はフラッシャーですね。あ、そうそう、シートポスト見えなくなるんですよね、後ろから。あのテントとか積んでると。だから本当はリアキャリアの一番後ろにつけたりするのがいいんですよね。そう、住宅街ようやくなんかさっきまであの川崎とか鶴見の埋め立て地走ってる感じでしたからね。うん、減りそうな人歩いてないですね。北海道カニアですよね。軽い、ちょっと雨テントセット持ってます。ちょっとウェブカメラの映像が多分明るいけども残像がめちゃくちゃなってるだろうから、ちょっと調整しましょうかね。大丈夫だよ。明るさをちょっと上げて、コントラスト上げる。いや、
もうちょっと、アンチマシュですよね。見た目としてはこのぐらいの感じ。これよりもうちょっと暗いんですけど。GoPro、いや、GoPro は暗いのかなり弱いです。GoPro3 でも、2よりましたけど、かなり弱いですね。GoPro3 の夜映像は、この間、新潟にいた時の、あれ何駅だったっけ、駅名が出てこねえ、梅違う、なんだっけなんだっけ、あー気持ち悪い、なんだっけ、今日はもうすぐご飯どころ見つけたらそこで一旦終わらせます。気に、うん、フェリー乗り込むところは配信できるかな、フェリーに、うん、さっきの、いやこっちの方が見た目近いんで皆さんにも臨場感を与えてやろうと。え、何駅、確か3文字ぐらい、読みが3文字ぐらいの駅だったと思うんですけどね。新潟で温泉付きのリバーサイド、リバーサイドなんて温泉だったっけ、ターミナルで、でもなんかそこら辺の店で食ってた方が、あの値段的に質的にいいかなと思って。ん、斜め上、ん、味わえ、いや湯沢駅ではないです、もっとあのローカルな駅で、湯沢駅から下っていってここですね、左ですね、新日本海距離、あれは東京行き、新日本海フェリーが小柄のやつですかね、違うかな、よいしょ、あ、これ自転車レーンあるかな、こっからあとは新潟、左ですね、川崎みたいかな、お、いらっしゃいませ、もうだいたい近いですね、村さん、あー回転寿司ですね、あるかな、これ帰宅は海の、あーなるほど、あと5キロぐらいですかね、回転寿司は何かあるかな、あーつなん、ありがとうございます、いえつなん、そうですよ、つなん駅でした、リバーサイドつなんで、つなんが何だっけ、あ、そうそう、つなん駅から、つなん駅から、三省ハウス、三省ハウスだったか三省ハウスだったかに行くまでの間の夜配信の時の映像があります、 YouTube に、私の過去に走ったとこ一覧っていう Google ドキュメントの中で津南で検索すれば出ると思います、津市の津に、南北の南、待てよ、あれ GoPro2 だったっけ、つけばいいですね、てか眩しいよこの看板、強力な LED そのまま使ってる、スクオリティ、回転寿司ないかな、え、集落、集落という回転寿司がこの先に、あ、ちょっと待ってください、ちょっと今回転寿司情報ありましたよね、都内、経度的にどんぐらい違うんだろう、何ですよね、配信だと、フェリーの方に向かって少し右に曲がると、フェリーの方に向かって右に曲がる、春楽ですね、春楽、ひらがなでいいのかな、春楽、ちょっとあの春楽で検索してみます、まだ時間大丈夫だよな、あと1時間50分、なんか寿司、うん、春楽セブン、これか、回転寿司春楽は
浅間の寿司。この道ずっと行って途中で線路の向こうに渡ればいいんですね。春楽、回転寿司、春楽、苫小牧、柳町店。ん？見た目じゃなくて？回転寿司、いや途中ですよね。途中の道ですよね。どっから曲がりゃいいんだろう、これ。新数。苫小牧港通りっていうところで曲がりゃいいのか。で、ここまでの距離は4キロ。生サンマか。2.5キロくらいかな、ここから。っていうか、どっかちょっとちゃんと確認していこう。あ、いついつ。で、春楽は特別にいいとこなのかな。はい、飯。生じゃないエビ？まあ、とりあえず教えてもらったからそれ目指していって、途中でまた何か別の見つけたら検討します。本当にこの道沿いにもあるかもしれないし。ネタは、春楽は何か特におすすめなんですかね。あと、メガネが海沿い走ってきてだいぶ曇ってる。高級春楽ですか？高級ですか？回転寿司なのに。どうしようかな、これ。山形の寒い。まだそんな寒くないです。100円じゃない回転寿司は最近結構ありますよね。シャリのお酢加減、北海道。まあ、それ食べてみます。かゆいか。曲がるとしたらあそこだな。地元民、でも地元民が行くとこって行きたいですよね。できるだけ地元に溶け込みたい意欲はありますよね、旅行者は。その私はそういう上っ面だけの旅行者じゃないぜって思いたいじゃないですか。回転寿司、まあ、紙のお金？イートアップ、チェーン店ですか？つかない。まあ、少しでかいな。何車線ですか、これ。6車線？両側で6車線ですか、これ。ラーメンどうもこれですね。昼ラーメンだった。沼の旗はもう過ぎたと思います、多分。大丈夫かな。乗降客があれば。そう、片側3車線。北海道から よく見る。あ、っていうか、すごい市街地だな、ここ。さすが苫小牧。これもうちょっと道を狭くして、家と家と建物の間を詰めたら都心の方とか近いんじゃないですかね。いや、食事配信は店の中では基本的にしないです。方がですかね。食ですよね。画質、ちょっと今暗くしてます。暗さが皆さんに伝わるように。見づらいかな。まだだな、まだまだ。いや、3000円か、なかなかだな。結構なもんですね。ちょっと別の店あったらそっち考えようかな。カメラ汚れてます。じゃあデフォルトに戻してみますかね。フェリーは19時半乗船です。出発はさらにその1時間半以上あと。何のコメント？寿司屋の隣本線。まあ、風呂は船で提供されているので、有料だったりするのかな、船内の風呂って。
使えますよね。ああ、ここまで暗くなるとちょっとおかしいな、こりゃ。沖縄ミドル、ああ、普通だな。一人で居酒屋あんまり入れない。このぐらいですかね。これ私のライト。まあ路線あとちょっとしかないんですけど、ちょっと車の音うるさくて聞こえづらくなってきた。さてあんまりゆっくりしてるとししくじかなくなるな。寿司、うお、ちょっと待てよ。ん？今のは GoPro のバッテリー切れか。あー、面倒なことに GoPro バッテリー切れです。ちょっと気持ち悪いんで再開させてください。切れた。いつも以上に。そうですね、あの放送量が半端じゃないんで、ここはもうちょいだったのに。ん？時間早かったら GoPro 切れました。持たなかったか。もし帰り、まあでも多分食ってる時間はあるでしょう。19時半にフェリーに乗りゃいいんで。で、ああ、あの問題が起きてる。ちょっと待って、ちょっと待って。こうして、こうして取り出して、で、抜いて刺してこう。よし、これはなんか役に立つ、役に立つ。ちょっと待ってください、ちょっと待って。よいしょ、これはすごく役に立つことを発見したんじゃないかな。よっと。今ですね、あの GoPro が充電を受け付けない状況なんですけど、受け付けない現象なんですけど、解決策発見したっぽい。このあたり後で細かく言いましょうかね。今ゆっくり解説してる時間などない。今まで復活させられなかった現象をなんか操作によって、裏技によってなんか復活させられるようになりました。海外の GoPro ユーザーフォーラムとかに投稿したら世界のヒーローになれるんじゃないだろうか。そう、お笑いまで来ないの。よかった、素晴らしい技を発見してしまった。いや、そのですね、やっぱり説明難しい。GoPro ヒーロー、あ、回転寿司別にあります。そっちは安いのかな。でもあんまり安物にこだわることもないかな。ほんと、よっと。そうそう、でもそれに近いような、ボタンを押した、あるボタンを押した瞬間に給電用の USB ケーブルを挿すと反応、あのちゃんと立ち上がるっていう。
クリッパー、そうですか。この辺りは本当にコメントに頼ってしまってるな。ごめん、富士駅は微妙に違うんですね。でも道沿いだったらこっちの方が近いし、そっちの方が近いし、そうですか。まあ時間的どっちでも行けるかな。前小樽ではトッピーって店に入りました。宿主さんのおすすめで、今なんて、スペシャル、そうそう、裏技です。普通に USB ケーブルさせただけだとハングしてしまって、バッテリー抜いてバッテリー入れてまた USB させてもハング。トッピー、小樽でトッピー、あそこは評判的にどうですか。私は美味しかったなと思ってるんですけど、私がその美味しかったなと思ってるっていうところに留意していただけると。ん、あーダメだ、聞こえない、この車の音じゃ。すいません、海鮮丸、トッピーはいいんですかね。お動画、あ、庶民的、すいません聞こえませんっていうか、車すごいな、ここ。今までと別世界だ。もうちょっと先かな、時間は、あ、もうすぐ6時か。あ、ダメだ、すいません聞こえてません。で、さっき教えてもらった春楽に行くため、春楽に行くためもうちょっと先で右に曲がって線路の向こう側ですね。小樽のトッピーが特にいいんですか。あ、じゃあやっぱ有名なんだ。産業、居場所がない、工場、すぐ近くはそうですね。枠、あ、延長時間ですか。あ、ですね、延長しますかね。もうすぐ着くだろうけど。お、あ、そう、1時間で、ちょっとそれはちょっと待った、雨かしらで確認します。あ、あ、本当だ、1時間ぐらい先には、おお、1時間後にえらいことになってますね、ここ。あーっと、どうする、どうする。あー、どうだ、ダメだ、すぐ雨が来る。すいません、あ、延長ちょっと渡ってからします。ターミナルに行く、すいません、寿司寿司行ってあんなに情報もらって申し訳ないですけど、お持ち帰り、お持ち帰りか、お持ち帰りか、延長延長、春楽お持ち帰りやってみますかね。おもてなし、橋の辺まで持たないんじゃないかな。持たないというか、持たそこまで引っ張るべきじゃないでしょう。結構雨がですね、10分20分後にはもう来るみたいなんですよ。直行したって間に合うかどうかだから、教えない方が、いや、そしてありますかね、参ったな。橋の辺の、そうだな、回転寿司持ち帰りで、寿司買わないと、
2、30分ぐらいですよね。今更カッパ着て走るのがめんどくさくて、カッパは荷物の底に眠ってるんで。盛り上がってますね。焼きそば弁当のことも忘れてた。コンビニありますよね。温暖会。シャワーにでも15分ぐらいかかります。多分回転寿司今流行ってるからすぐ。とりあえずフェリー乗り場かなかな。乗り場に行きます。すいません、初心情報遅れた人も本当に申し訳ないです。とりあえずターミナルまで行く。持ち帰り、いや持ち帰り、回転寿司は最近住んでるところの近くで回転寿司何度か行くんですけど、めちゃくちゃ混んでるんですよ、いつも。フェリーの時間じゃなくて雨の時間なんですよ。フェリーまであと1時間半もあるんですけどね、乗船時間までも。信号右、そうですよね。延長さっきしました。そう、飯より雨っていうか雨酒。あれ延長できてないですかね。さっきやったと思ったんだけど、悩むなら。ただこの後ですね、雨が来なかった時の悔しさといったらもう筆舌に尽くしがたいものが。あ、フェリーターミナルあと3キロ、延長できてますよね。飯より宿。よっと、そう、雨に降られると本当面倒なんで、下手したら進めなくなるから。にしても本当に あの天気系のアプリは助かりますね。コンビニない？こっち側にもコンビニがあったら、とりあえず焼きそば弁当だけは買っていこう。ん？何こだわ？なんとか。セコマ。反対車線か、セコマ。いや、私は回転寿司なんかもう食い飽きてるんで、回る寿司なんて食い飽きてますから。ターミナルのレストラン、まあ制限されるだろうけど、雨に降られない方が、すいません今聞こえなくなってる。ピンポイント。雨雲レーダーかなりでかいの来てますよね。さすがに今度は避けようがなさそうな。お、神様支店。これ何？藤田産業株式会社。なんかクリスマスですか、ここ。北海道。なんかクリスマスやってる。西川ですよね。雨降らなかったら本当悔しいけど。なんだろうこれ。何の工場なんですかね、これ。何を作ってるんだろう。見えないな。そう、雨、こうなったからに雨降ってくれないと困りますね。サバですか。サバいいですね。締めサバとかもいいな。午後と夜。こんなこと来た方が。早く行かねえ、早く。なんもないか。レストランも何時までやってるか怪しいもんですよね。でもまあ9時のフェリーが出るっていうからには、それまでやってるでしょうね。0時までのフェリーはさすがにやってないのかな。でも10時ぐらいまでやってそうな気はする。まあいざとなったら船の中でも食えますからね。
せんべい汁か。気になればコンビニは多分あると思うんだけどな。あ、ポツ。ん？何言ってよ。八代亜紀。行きましょうか。そこまで焼き鳥弁、いや、すがすが、焼きそば弁当。ウェブカメラ濡れたらあんまり良くないです。GoPro はあまり考えたくないな。GoPro ハウジングに入れればなんとかなるんですけどね。なんかこう 雨対策だけの簡易的なハウジングとか作ってくれないもんかな。作ればいいのか。反対側ん？24時間おう真っ暗です。程度的にどんぐらいすごいんですかね。コンビニでうん。8時半、まあ大丈夫ですね。何か残念。そば弁当。さっき言ったカップ酒。カップ酒は私は美味しさわからんかな、さすがに。酎ハイとかも昨日飲んだやつとかもあるよ。果物の美味しさでしか飲んでないんで、なんとなくあの頭が熱くなる果物ジュースぐらいしか考えてないから、酒の美味しさは全く分かってないんですよね。ん？おし？焼きそば痛くなったらそうですね。お湯あんのかな。うん、1時間後ですよね。今ハンドサインで俺のことは構わないから行けって言いましたよ。私はおにぎり。あー聞こえない。ハンドサインでイベントありがとうございます。かなりでかい山が来てますよね。この雨かしらの1時間後まで予測で見られるっていうのはいいな。もう少しですかね。ああ、うん、割高ですね。ただ買い支えるという言い方もできるんですよ、中で買うのは。知る、イソジンは確か一回もやったことないです。いや、何かで一回やったことある。健康診断かなんかでやれって言われて。健康診断だっけ。なんか喉の病気になった時だったかな。炎症になった時に。そこまの20分ですね。なんかこんなスレスレなのばっかりだ。もうなんか1時間ぐらい急いで早く来てれば寿司食えたかもしれないけど、まあ、ん？焼き弁？味が薄いんですかあれ。あ、塩コショウ持ってます私。これでネタとしては面白いですね。スペースドラマ。なんかいろいろと制約がかかる工程に。普通の人はこういうのはちゃんと計画してそれに乗っ取るだけなんですけど、私はあんまり1日先すらも見ずに1、2時間先だけ見てるとこうなるんですね。ん？10月25日？もう少し。カレー2分20秒塗っていき、まあそうですよね。36かな。え、反対側に当たったらフェリーの方にまた戻らなきゃいけないですよね。
ただコンビニあっちしかないのかな。パンケーキ、羊羹パンですか。あ、ワイショップ。また別のコンビニだ。ホッキカレー。あー、ターミナルで売ってないですかね、ホッキカレー。ん？ウォーリー。何か。まあそうですね、それで抑えた気になって。ちょっとパラパラ来てるかもしれない。やっぱ来てる、少し来てる。20時半、19時半までには乗るつもりなんで大丈夫ですね。あ、コンビニない。あそこにワイショップあります。ちょっとこの辺りの市街地の写真も1枚ぐらい撮っておくかな。雨降って、いや、まだまだダメです。306。あ、これ、あ、ポツポツ来てるな、かなり。そこのか。向こうにイオンがありますね。ん？食べたことない。あー、寿司うまかった。気づかずに、コメントで教えてもらわずに今寿司食ってたらどうなってたんでしょうね。諦めたからにはほぼ濡れずに行きたいですね。5分後に通過するんだったらそれまでコンビニに行ってりゃいいか。カウンターで、で、荷物がえらいことに。暗い。まだ暗いかな。もう瀬駒どこ？瀬駒。あと瀬駒焼きそば弁当売ってるんですかね。歩道、まあできるだけ車道の方走るぐらいかな。フェリー、いや、2000円出せばそのまま行けるはずです。あ、売ってますよね。あそこ、あれ瀬駒かな。ボタン、ここから渡ろう。よし、すぐ着いた。おお、降ってる降ってる。よく見たら結構降ってますね。あ、フェリー入り口の向かいに瀬駒。ていうか、フェリー入り口そこ？ちょっと、うわ、ローソンが。よっと、あ、ちょっと小ぶりになってきたかな。うわ、こっちの車線、逆光で見づらい。ちょっとカメラ下向いてすみません。このヘルメットを影にしながら、超上目遣いで見てないと眩しくて見えない、地面が。メガネ自体が海沿い走って曇ってるから、それで真っ白になっちゃって見えないです。で、カメラ下向いてすみません。今私の顔を見たらえらい顔してますよ。ものすごい上目遣いで睨んで。瀬駒、瀬駒、あれが瀬駒ですよね。夏休み、なんか何の匂いだこれ。なんかバター醤油的な匂いが。23時に待って、雨通過するんですかね、その間に。海の砂浜に疲れて、疲れてる。あ、フェリーターミナル入り口ここですね。そう、反対車線。おう、何県まで。これ、いや、入れると思いますよ。
いや、歩道の中逆走はないと思います。歩道の中は車道沿いをできるだけ走るっていう、自転車は。裏技、そうですね、忘れないうちに乗船してから食べに、そうですね、そういうタイミングがあれば。まずはフェリーターミナルに着いてから一旦止めてみるかな。いや、エクスポリメント買ってくるだけです。よし、入手した。259バゴン、これってマルチャーなんですね。焼きそば弁当、焼きそば弁当は中華醤油味とノーマルのやつがありました。で、まあ、基本のノーマルを買ってきました。マルチャーって北海道でだけ出してるんですかね。これ、この手ぬぐい妹からもらいました。サンマ手ぬぐい、つまんないもの食ってるの。何だと、八戸で何の匂いだろうこれ。なんか甘いような、甘いようなちょっと気になるような匂いがしてる。あ、あの辺りですね。フェリーすごいな、明かりが見えますか。茨城シェイキチャールスバン、そうそう、スープ入りって書いてありました。この 甘ったるい匂い、パルプですかね。この面、この辺り一体この匂いがしてるっていうのは食べ物系の匂いじゃないのかな、これは。じゃあまずはターミナルに入って、ん、大洗行き、いやいやいや、ん、あとまた読み上げが小さくなってるな。少しここは何がかわいい、どれ、名古屋湯、あ、お待ちください。もっと甘い、甘い、超甘いね、この甘ちゃんが。
やった。あ、そう、フェリーターミナルも、あ、放送してるの知ってます。いつやってるかは知らないと思うけど、放送してることは知ってます。読み上げ、そうですかね。じゃあ私の耳がファーラウェイ ちょっと疲れてきてるかな。パンさん呼ばないの。なんでお笑いなの。ここに、そうですね、顔は出してなかったと思うけど、お笑い。チューブ仕様。ああ、これ歩道がいいかな、車道でいいか。ほら、向こうの輝きっぷりが。代わりに行ってらっしゃい。あの明るさ。あと、またパラパラ来てますね。あ、シルバークイーンか。そう、シルバークイーンとシルバープリンセスですね。シルバークイーンが15年前就航のはずです。寝台急行が、私、寝台列車苦手なんですよ。なんでか。フェリー。入船、入船。もう来てるんじゃないですかね。何するの？肉、あ、焼きそば弁当ですか？寝台、私、あれだと眠れないんですよ。1時間おきとかに目が覚めて。太平洋フェリー。いや、まだ入れないと思いますけど、19時半乗船の予定です。寝台、何がダメなんでしょうね。なんだっけ、瀬戸、サンライズ瀬戸の、寝台、なんでか私は眠れなくて。降ってる。ターミナルどこ？予約しました。6桁の、8桁か、8桁の予約番号持ってます。あれ、どこにメモしたっけ？あ、パソコンの中だ。寝台の、それありますね。ターミナル、はよ。濡れるんですけど。カメラ濡れたと思います。 GoPro も心配だ。同じゲート出してる。明日、明後日ならパチの兵器どこ？あと2分？ 2 分？何が？ああ、引っかかった。ターミナル時、ひたちなか。あ、あれ、大洗行きの方か。雨の降り具合、こんな感じ。見えますかね。正面か。あ、写真撮っとこう。あ、ターミナル一つ。よっと。まっすぐですかね。HDR だと引っ込むの遅い、レンズが引っ込むのが。はよ、引っ込め。やっと引っ込んだ。遅え。暗いとなんか HDR の補正にえらい時間かかるんですよね。ファンネル、あ、やっぱあれファンネルっていうんですか。そうかもしれないな。でも1時間ぐらいまでずっと降り続けると思うんですよ。もうすぐ。乗船車両、送迎一般車両。乗船車両だから左でいいはずですよね。自転車こっちでいいのかな。ドッグラン向こう。ドッグランでもないよな。なぜこんなところにドッグランが。
初の日からそうですね。カウンターで、うん。一般ですか。だって一般って船に乗らない人って意味じゃないですか。乗船ですね。どう行きゃいい？いきなりわからないっす。どういうことですか。どう行きゃいいかわからん。わかんねえ。このぐるっと回って向こうの方にターミナルビルがあって、乗船手続き口が向こうにある。ん、何が面白い。あ、しまった。また船は21時15分らしいです。ちょっと待って、カメラ引っ込まないです。レンズが引っ込んだ。あれ、八戸駅あそこって書いてあるけど、まあいいか。とりあえずターミナルに行きゃいいか。やはりところ乗ってみると、ターミナルどこ。仙台名古屋行き太平洋フェリー、仙台名古屋行き太平洋フェリーで、あれ？何？あ、これか。これターミナルですよね、多分。この明るさから行って。右。いや。あと2分くらいか。仙台いいかも。勝手なこと言ってやがるな。よいしょ。やった。よーし。とりあえず、ターミナル着いたかな、これで。ここターミナルでいいんですよね。さて、じゃあフェリーこれから手続きなり夕食探しなりやります。で、夕食どこにある。これターミナル、こんなか。これがターミナルですかね。上ロビー、あ、レストランある。ママに電話で。ママ、うん、ここからちょっと中で放送し続けるのは厳しいんで、一旦ここで終わりますね。じゃあ、あとはツイッターででも経緯を流します。まあ、レストランここかな。2階行きますかね。瀬古まで。いや、いや、このシルバーフェリーさんを支えるためですよ、もちろん。コンビニの食い物も分かってますからね。ここは何が食えるか分かんないところが面白い。で、終了まだできない。ちょっと待ちよ。再接続して放送スタートしないと終了できない。この配信ツールがここが間が悪いんだよな。仙台配信は多分できると思います。ちょっと状況によりますけどね。まだか。今ツールを再接続してるとこです。これしないと終わらせられないんですよ。来た。来た来た来た。で、配信スタートをして、うん、これで予約終わります。うん、じゃあ、忘れ物ですね。あ、これか、うん。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ、わあ。じゃあ、GoPro もこれで終わります。また続きは船内乗船するとき撮れるかな。じゃあ。